前場文雄は、日本の政治家。前、茨城県有機市長。元、有機市議会議員。出身地は不明。栃木県立栃木高等学校卒業。日本大学経済学部中退。1983年4月に有機市議会議員に就任。以後、市議を7期務める。2000年8月から2003年4月までの間、有機市議会議長を務めた。 2011年8月7日に行われた、有機市長選挙に無所属で立候補。自由民主党とみんなの党の推薦を受けた、司法書士の小林久志を128票差で破り、初当選した。投票率は51.21%。8月24日、市長就任。2015年2月24日、再選を目指して、立候補する意向を表明。 同年8月9日に行われた市長選挙において元市議の立川博都氏を破り再選。投票率は46.59%。2019年の市長選は候補者4人がひしめく中、順位3位で落選した。2011年の市長選で全場に赤敗した小林久志が初当選した。2021年4月の春の序勲で朝日中受賞受賞。 ありがとうございます。